こんにちは、エバスサケシです。今回は、すぐに感情的になって、つっかかってくる人の対処法というテーマでお話ししていきたいと思います。こちらが少しでも違う意見を言うと、自分が全面否定されたかのような気分になり、異様につっかかってくる人はいないでしょうか。例えば、ある40代男性上司は、会議の席で自分の言ったことに対して、少しでも反論めいたことを言われるだけで、猛烈に 反撃をしてきますものすごい興奮して顔を真っ赤にして怒りまくります。部下は別にその上司の意見を否定しているわけではないのにその人があまりにも必死に反論するので他の人が意見を言える雰囲気ではなくなってしまいます。ではなぜこのような上司はすぐに自分自身が否定されたように感じて過剰反応し攻撃的になってしまうのでしょうか簡単に言うと 自分に自信がないからです。自信がないから、相手の意見を聞いてみようという余裕が出てこないのです。この上司が普段から周りの人に尊敬されていると感じていれば自分と少し違う意見を言われたからといってそんなに取り乱すことはないと思います。このような上司は自分に自信がないのでただ自分と違う意見が出たというだけで自分の能力や人格まで否定されたような気分に なってしまうのですそして過剰反応してしまい興奮して相手をまくしたててしまうのですではこのような人にはどのように接していけばいいのでしょうかこのような場合相手が感情的になっているということを相手に気づかせてあげるのがいいのかもしれません例えば相手が興奮してまくしたててきたら「ちょっと興奮してるみたいですよ」とか「ちょっと声が大きくなってますよ」 などと、冷静に言ってみるのがいいと思います。ここで注意しなくてはいけないことは、相手に落ち着いてくださいとか、冷静になってくださいなどと、感情的になっている相手を責めるような感じになってはいけないということです。そのような響きになってしまうと、相手は、私は興奮などしてないとなり、さらに興奮させてしまうことになります。我を忘れて攻撃してくる相手に、あ、本当だ。 私、興奮してたわ。と気づかせてあげるように、ほのめかすのがコツです。相手が興奮している自分に気づくことで初めて、落ち着いてみようという気持ちになれるのです。また、相手が早口でまくし立ててくるようだったら、すいません、ちょっと今の部分早すぎて聞き取れなかったので、もう一度ゆっくり言ってもらえないでしょうか。と切り返してもいいと思います。そんな風に言われたら、相手もふっと気が抜けて、我に返る機会になれるかもしれません。 興奮して早口で話してくる人というのはその自覚がないことが結構多いものです。相手に理解してもらおうとしているのではなく自分の感情を発散しているからです。それも自分に自信がなく相手のことを考える余裕がないということです。だからそんな人を落ち着かせるためにはまず相手に自分が興奮していることを気づかせる必要があるということです。相手にちょっと興奮してますよとそれとなく 好めかしてあげるのがいいいと思います。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。